画面の前の皆様こんにちは、メルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト、エロディラコトでございます。バッチリ前置きもつけていきますよ、のぶちゃんね。女だからけのドキ、女だらけの年末デッドバイデイライト、やっていきましょう。いや最近ね、新作のゲームを見ました。ゲームじゃない、映画見ました。透明人間っていうね、昔インビジブルっていう映画紹介したと思うんですよ、ケビン・ベーコンの。あれが結構私好きで、インビジブル2とかもあるんだけど、なんとね、現代2020年になって、透明人間を題材にした映画透明人間っていうのがあって、こちら見たんですけど、なかなか面白かったですね。ちょっと好みは分かれるかもしれないんですけども、この前ね、インビジブルの方では透明人間になった主人公視点で描かれるのが大体のね、こう演出だったんですけども、今回はその追われる、女性側の視点からこの透明人間っていうのをね、見たっていうか見えないんですけども、演出となってる。なのでかなりスリラーが強めな、スリラーホラーが強めな映画になってます。はい、主人公はね、ある暴力夫、夫というか彼氏かな、に、夫なのかあれは、にこう暴力以外にももういろいろとね、やられてて、もうその家を今すぐにでも逃げたいと。で深夜こっそり、その男に薬を飲ませて、ね、眠らせてね、家を出ると。マジか、嘘でしょ。おい、映画の話できないぞ。待てよ、見つかったもんだ。しかし欺き使っちゃうぜ。ほうほほうほうほほう、ここは追いづらいからね。で妹に来てもらってね、車を持ってきてもらって、そこの、超豪邸をね脱出すると。実はこのね、男めちゃくちゃ金持ちで、さらに人類に、非常に有益な科学技術みたいなのを研究している。それがね、光、光学迷彩のなんか研究なんですよ。もう光学迷彩といったらね、人を見えなくするあのスーツなわけですけども、こちらを研究していた。でそこからね、必死に逃げた主人公なんですが、もう PTSD に悩まされ、もう日々ね、外に出るのさえ怖いとなってくるんですよ。いつその男がね、自分の家に押しかけてきてね、襲われるかと。そんな中、なんと、その男が死んでしまいます。自殺です。自殺したということで、主人公はね、ほっとするんですが、そこからおかしな現象が起こり始める。そのおかしな現象というのはですね、まさに透明人間、が来てるような、ものなんですよ。周りのものが急に、なんかこう急にというか、こう放置していたフライパンに火が昇ったりとかね、ちょっとしたことですよ、が積み重なってくるわけ。で主人公はもう、あの人は死んだけど実は死んでいない、死んだと見せかけて、透明になってると。石井でもどうだ、透明になっていると。で周りはでも誰も信用してくれないわけ。もう頭がおかしくなったんじゃないかと、で主人公、それを証明するために、ちょっと待って、ガラクト、いろいろと、いろいろと、翻弄して、
乾燥して温燥して証拠を探し当てていくといったことなんですよ。ただね、仲良く一緒に暮らしてた、例えば子供、自分の子供ではないんですけども、一緒にそのルームシェアしてた男のね、娘とかに信じてもらおうとしてるんですが、目の前でね、そう、透明人間に殴られたりして、それを自分のせいにされたりする。こんなジレンマがね、いくつも起きるわけ。主人公は気が狂いそうになる。私追われてるんだ。どうだ、これがアザムキンだ。そして石だ。うわっと、この石失敗したかもしれない。危ない。ちょっ、ふっ、今回持ってきてるパークがなんとおとり、陽動、そして欺き、めちゃめちゃうるさいよ。危ね、めちゃくちゃうるさい女だよ私今回。ちょっと待って、そこのぶちゃん、のぶちゃん、何、まずまず、よし、危ない、ちょっと、いや、さすがにまずい、これは走り切る。いやいや、もうね、飛ばないで歩いてきてる。飛ばないよ、飛んでないよ、あれ。あぶねえ。これまずいな。で、おとりはね、発電機を触った後にロッカー入るとその発電機がドーンとなるっていうね、パートなんですね。そして陽動はもちろん投げたらそこの先でバーンって音が鳴ると。そしてアザムキはロッカーに入ったふりをしてバーンと、うるさいこの女となるわけです。超える、やば、しまった。いや、よかった、そこを降りてきて、まずいぜ。近い近い。U ターン。危ねえな。残り1台。どう行こうかな、これ。あー、いや、いいブリンク最後してきたね。いや、今回は私うるさい女だったね。でもこれが今回のパーク構成だ。うるさい女だ。いや、なんかね、チェイスしながらだったから、私映画の話うまくできたのか分かんない、もう。魅力を伝えられたんだろうか。まあ、とにかくね、透明人間を相手にした時に、このまるでね、周りがこの女は幽霊でも見てるのか、頭がおかしくなったんじゃないかと思われるようなね、策略を、その透明人間がしてくると、言ったことなんですよ。本当に辛いと思うよこれ、いざ自分が当事者だったら、それを証明する手段がほぼないですからね。ありがとう、助かったよのぶちゃん。石投げと、追いかけられていたか。あれ、もう一人いるんだ。チケチケチケ、危ない危ない、頑張れのぶちゃん。あそこが、黄色になってるのはおとり対象っていうことです。これロッカーに入るとドーンですよ。見てってください。まずはここで欺きドーンからの、さらにここに入ってあそこがドーン、さらに石を貯めて投げてそこもドーン。つまりこの室内戦騒音だらけになる。
騒音おばさんならぬ騒音のぶよでございます。他の発電機やろうかな。声聞こえる。お、やろうか。よかったな。任せてくれ。かわいいかわいい姉ちゃんよ。いい髪の色してるな。その髪の色に私したかったんだけど、結局ね、全然色入らずにね、今なんかアッシュヘアみたいになっちゃってますね。緑抜けちゃったな。最初青にしてたんですけどね、ちょっと緑になりつつ、もう今アッシュみたいになっちゃってます。バベチリかな、どっちだろう。こっち来るかな。来るか、もしや。ガラクタか。いまだにちょっとパークが把握できてないんだよな、そういえば。ガラクタか。ん、どっちだ。来るかな。いや、来ないね。ちょっと助け行こうか。まあ、透明人間といったらやっぱレースなんだよね。レースね。まさにその恐怖を体現している。あなたは目に見えない何かが襲ってきたらどうしますか。幽霊よりマシよ。殴ったらだって当たるもん。当たれば痛いもん。今のうち、今のうち。大丈夫か、のぶちゃん。声出さない。すごい我慢強い子だね。オッケー。ナスコールじゃあるまいな。いいんだよ。さあ、さっきの発電機戻ってつけちゃいましょう。来てる、来てる、来てる、来てる。おいおい。あれ、私見つかってん、見つかってるぞ、なんか。危ない危ない。石。石からの。どうだ、いやいや、いいね、石に反応したね。これが、騒音お姉さんだ。今のうちに。あれ、追われてたのし。追われてる。地形な。お、行ったね。さて、出口に行きましょうか。ネアちゃんが慎重だね。腰痛めるぞ。膝を痛めるぞ。大丈夫か。あ、やばい。ネア大丈夫か、それ。石溜まってきた、石溜まってきた、石溜まってきたよ。投げる準備 OK。 あれ、一人もう脱出できてる。どっちが間なんだ。何、こっちじゃない、まずいな。あれ、あ、やばいな。ネアちゃん、我々こっち待ってるようだな。待てよ、ワンチちゃん、石でごまかす。来てるか。石投げとこう。気づかれてたもうそんなわけでゴールとなりました。無事エロリーノブよ、全員脱出。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。年越しもね、もうすぐなってきました。皆さん良いお年をお過ごしください。それではまたね、バイバイ。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。